った感じがする。うわーってなんか。アロハー、ハワイの今お届け、マハロハワイ。本日は朝子がお送りします。今日はリリハ地区の方に来ています。ダウンタウンなどの大きな街からは少し外れにあるけど、老舗ベーカリー店で絶えず人が来ている場所だ。ハワイでは大人気のあのスイーツを紹介するぞ。はい、そして本日私が行くのはリリハベーカリーさんです。24時間営業、ハワイでも珍しいんですけども、そうですね、ローカルにも、観光客にも人気ということで、そんな便利な、ベーカリーに行ってみたいと思います。それでは行きます。マハロハワイ。マハロハワイ。本日ご紹介するのはリリハベーカリーさん。木目調の外観は味があって風情を感じられますね。ハワイのガイドブックには必ずと言ってよいほど紹介されるこのお店。大きな駐車場があり、次々と車が入っていきます。お店は24時間営業の日が多いので、いつ来ても OK。 創業1950年の老舗店なので、ハワイのロコに長年愛されています。店内に入ってみましょう。入ってすぐに感じる良い香り。お店の看板メニューのココパフ、実はこれ今最注目のスイーツなんですよ。シフォンケーキは種類が豊富。この時ハロウィンだったので、お化けのパンやキャラクターパンもありました。クオリティが高く、おやつに出てきたら大人の私でも楽しくなっちゃいます。店内にはたくさんの種類のパンが並んでいて、どれを頼もうか悩んでしまいます。さらにダイナーも併設されているので、すぐに食べることもできます。目の前で調理してくれるのは待っている間も面白そう。メニューはシンプルで見やすく写真付き。ベーカリーなんですが、なんとステーキもあるんです。このメニューの豊富さは嬉しいですね。さあ、それでは先ほども紹介しましたココパフです。はい、こちらがココパフです。こんな感じです。一口サイズかな。一口では食べれないと思うんですけども、じゃあ早速いただきます。私が注文したココパフは、中身がチョコレート味のカスタードでぎっしり詰まっていて、甘くて美味しいです。上に乗っているのはミルクとバター風味のクリーム、さらにアクセントになっています。このココパフ、実は密かに日本で次来るスイーツじゃないかって噂があるみたいですよ。地元の人にはとにかく人気なので、近いうちに来るかもしれませんね。では本日2品目にご紹介する商品はグリルゾマヒマヒです。すごい大きさ、ボリューミーですね。こちらの食事にはバターロールもついてきます。特製のゼリーはお砂糖たっぷりで甘いです。ではまず付け合わせの、レッド、そうですね、バターロール、バターロールパンですね。はい、これゼリー、すごい色、色もすごいんですけども、見てください、すごいアメリカンな感じです、甘い。食べ応えしっかりのブレッドはさすがパン屋さんだけあって美味しい。ハワイのロコに愛されるのも納得の味です。パンじゃなくてご飯とトマトと、なんかレモンとかいろいろついてます。じゃあポークと入れます。これは普通の魚です。味はお魚感が強く、私はそのまま食べたらちょっと薄いかなと感じたので、テーブルに置いてある調味料の中からお醤油でお好みの味に変えちゃいましょう。今更ですがタルタルソースを発見しました。マヒマヒはタルタルソースで食べるのがおすすめかも。
ちなみに本当にすごいボリュームなので、食べきれない時はテイクアウトも可能。持って帰れるから今日の夜ご飯にも困らないかも。日本で次来るかもしれないココパフはプレゼントにも最適。私もお土産に買って帰ろうかな。ハワイに来た時はぜひ来てみてくださいね。マハロー。ごちそうさまでした。パン屋さんなのに、ダイナーのようなところもあって、とっても面白い感じのお店でした。本当にココパフは、なんかこう本当に美味しいんですよ。もう行ってみる価値があると思います。それとですね、ちょっとマヒマヒっていうのをちょっと頼んだんですけども、なんか昭和っぽいというか昔っぽいというか、なんかなんかそれがすごくいい感じ、なんか懐かしい感じっていうかですね、本当にこう昔っぽいところそのままずっと味とかですね、調理法とか変わってないんじゃないかなと思うんですけども、一つ一つ試してみたりして、行ったら結構面白いんじゃないかなと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。